原子病療法。宿水にはビタミン B とブドウ糖の注射がよく効く。熱傷に対しては抗線療法が卓越していた。私たちは患者を二群に分け、第一群は抗線療法、第二群は対象として普通の薬物療法を施し、経過を見た。治療するまでの平均日数が、前者は24日で、後者は38日であった。すなわち、6枚板抗線浴をした者は、しない者よりも平均2週間早く治った。この抗線浴は、外傷にも有効で、私自身も、主としてこの線の恩恵に良くした。まことに、抗線こそは、天然に与えられた薬局である。原子病患者に対し、私たちが初めて施した療法に、自家血液刺激療法がある。これは速やかに広く伝えられ、各医科で追試をしてもらった。私たちは特別に効力があったと思っているが、追試医科所見の経験批判はまちまちであった。特に効くか否かは決定されないけれども、少なくとも自覚的には確かに良いとは言っていただいた。もちろんこの療法は他の疾患に対してすでに経験済みの方法であるが、原子病に対しては9月10日に瀬先生が最初に試みたものであった。9月初頭に皮下一血斑、高熱、死銀壊死、咽頭潰瘍などの諸症状を持つ重篤な患者が多数突発したので、私たちは敗血症じゃないか、何か新しい急性伝染病じゃないかなどと疑い、対症療法を施しつつ、詳細に観察しているうちに、血液疾患中の顆粒細胞欠乏症に酷似しているのに気づき、初めて骨髄が放射線に侵されたため、白血球減少をきたした結果と分かった。二人三人と患者が死んでいった。瀬先生をはじめ、一同は不眠不休で看病すると同時に、頭脳を絞って療法の発見に努めた。そうして理論的に自家血液刺激療法が有効だとの結論に達し、すぐ実施した。患者の血液を2立方センチ取り、それをそのまま患者の電筋肉に注射するのである。結果は良好であった。瀕死の患者が皆助かった。これを始めてから一人も死なないようになった。栄養食としては肝臓野菜食療法を実施した。どんな動物でもいいから肝臓を取ってなるべく生で、あるいは軽く焼いて与え、また新鮮な生野菜をうんと食わせた。これは極めて有効であった。酒は良い薬であった。危篤に陥って最後に好きな酒を十分飲んだら良くなった例がある。自宅静養は結果から見て良い影響を与えた。あんな混乱の際に救護所に詰め込まれて、遠慮がちな明け暮れを送るよりも、気楽な自宅で親切な大勢の肉親から看病してもらう方が、どれほど患者の安静になるか計り知れない。ただ、私たち救護班としては、毎日巡回するのが大変な負担だった。どこからも一銭も手当をいただかないのだから、せめて下駄なりと看護婦に渡してやりたかった。豪舎の客。大学は最高と決定し、新興前国民学校で診療と研究を始めた。わずかな生き残りの人々が集まった。私たちも三山の谷を下って大学に帰った。11月2日には大学の慰霊祭があり、807名の友の冥福を祈った。私は、爆心地に近い
上野町に一坪余りのトタン小屋を作ってもらい、それに入った。裏は石垣そのままで、紙切れなどを押し込むには便利だったが、雨の日は大騒ぎだった。教室の者たちは来るたびに家と言わずに箱と言った。箱には客が絶えなかった。神父様のご高来を迎える日もあれば、物もらいが覗く日もあった。米国従軍司祭が来られて、これが君の宮殿ですかと問われた。遠い大学から教授の訪問を受けている最中に、戦災者に軍から贈り物ですと言って、古靴が届けられたりした。山本君と浜里君とが復員してきた。二人は私の前にまず黙念と座った。一言口を切れば涙も出そうになっていた。先生、残念でごわした。ご苦労でした。わしらは残念でたまりません。どうしてもこの仇は返さにゃならん。苦節十年。必ず勝ってみせます。あなた方は残念ですか？そうです。残念です。残念とか遺憾とかいうのは、勝てるはずの戦に敗れたとき、そうしてまた、ここに戦力が残っている場合に用いる言葉と思いますが。そうです。日本はまだ負けるほど弱ってはいなかったのです。まだ、十分戦力があるのです。これはおかしい。日本は無条件降伏をしたではありませんか。一切の戦力を失ったと認めて敵の軍門に下ったではありませんか。いや、私自身まだ十分戦う力を持っています。それがなおさらおかしい。というより、むしろけしからん。日本が負ける前に、なぜ戦力を出し尽くしてしまいませんでしたか。国家が戦力を失ったのに、個人がまだ持っている。まるで、家は破産して、執行官が来て封印を張ったのに、三男坊が自分の貯金通帳を隠し持っているようなものだ。私は戦争の間中、国家の最高命令に従い、一生懸命頑張りました。私たちの大学も最後まで正々堂々頑張りました。どんな激しい空襲の中でも赤十字精神に従って勇敢に進み出て勝者の救護をしました。原子爆弾が頭上に爆裂する瞬間まで傷ついた哀れな人々の救護にいつどこへでも飛び出せる用意をして、しかも大学本来の任務たる医学の研究と事業に専念していたのです。爆撃により大学が壊滅した後でさえ、正々堂々最後まで大学を死守して、ついに人事を尽くし果たして後、これを離脱したのでした。私たち若い学徒は終始一貫、卑怯な態度を取らず、真剣に救護に当たったということは、たとえ日本が負け、日本の戦争目的の不正義が証明されても、それとは関係なしに美しいものと認めていただけると思います。そうです。認めます。何も知らない学徒が最後まで正々堂々、自己の本分を尽くし、救護という人類愛に基づく本務に準じた事実は、国家の運命と関係なく美しいものです。そして、大学は一切の力を失いました。物的に言えば、建物は、あの通り、文字通りの廃墟です。人的に言えば、大多数を死なしめ、生き残った私たちも、この通りの状態になっています。私の家も、財産も、妻も、すべてはなくなりました。私は一切の力を失ったものです。完全に力を出し尽くして、しかも負けたのです。これがどうして残念と言われましょう。何の遺憾があります。
私たちの現在の心境は、むしろ、ウゴの月みたいです。負けて悔いなき戦でした。そう聞けば、私たちは恥ずかしい気がします。もし、私に家も財産も妻もそのまま残っていて幸福になったのだったら、私は今、どんなにか苦しいでしょう。これこそ、国家に対し、戦災同胞に対して、大きな負担ではないでしょうか。国家が滅びると同時に、私の家もなくなり、国が破産すると同時に、私も無一物となったと思えば、悲しみのうちに、むしろ、すがすがしい気が湧いてきます。しかし、世間には反対に、戦争なりきんで朝晩喜び騒いでいる階級がたくさんあります。ああ、それです。それこそ潰さねばならぬ階級です。戦争は儲かる商売だ。10年に1回くらい戦争があれば千万長者になれるなどと言っているのがこの者たちです。これこそ将来好戦的な宣伝をする源となるでしょう。この者たちが若い純情な青年をそそのかして復讐などを教え込むのです。本当に国家を食い物にする者たちだ。戦争は国家にとって利益をもたらす事業でしょうか。勝てば利益になるでしょう。自国の利益を目的として始める戦争が正義の戦いでしょうか。さあ。神の前に正義でない戦いに勝利のあるわけがありません。それでもこの戦争の間、絶えず僕たちは神様に祈っていました。特に戦の神様に。戦の神様というのは百日咳の神様というのと同じく腎臓の神様でしょう。いいえ、日本では昔からある神様です。あなた方よりも神学、哲学を知らない先祖が作り出したのですね。自分で自分の都合のいいような神様を作っておいて、それに自分勝手な願いをするのだから、まるでてるてる坊主みたいなもんだ。そうして、神国不滅だの、神風だのと信じていたのですからね。巨像を相手に、一人、拍手采配していたわけだな。僕らの誠が足りなかったのです。いいえ、いくら誠があったって相手が虚像なんだから無駄ですよ。人造の神様じゃなくて真の神から恩恵をいただいている軍勢にはかないません。日本人に大和魂のあるように日本に日本の神々があってもいいはずです。それが武力で押し付けなくとも、万民に信仰されるものであればね。その思想はもう2000年も前にローマで批判し尽くされた原始民的国家神道ですよ。まあ、神様論はやめとして、とにかく戦争は文明の母という言葉のある通り、科学的大進歩を遂げさす利益はあります。例えば、この原子爆弾のごとく。これだけの人命、これだけの物資、これだけの時間をかけて、これだけの人類を総動員して平和的発明に向かわせたら、もっともっと大きな効果があります。とにかく、戦争は利益をもたらす事業ではありません。今度帰るとき、将校連中は何と言いました。仕方がないから一時はじっと米軍の言う通り従っておれ。しかし、いずれはかのドイツが立ち上がったように、我らは剣を取って立たねばならん。その時に備えておれと言いました。生病法は大将のもと。そんな馬鹿な考えは捨てておしまいなさい。そして、一体その将校は実戦の経験がありましたか？いいえ、内地勤務ばかりです。そうでしょう、そのはずです。
実践を知らぬ将校が自己の名誉心を満足さすために何も知らない部下を叱咤して戦場に駆り立てる傾向がありはしないでしょうか。実践というものは残酷なものですよ。戦争文学を寝転んで読んでおれば、美しく、勇ましくて、俺も一つ出てみようかという気になりますがね。実際は違います。たまたま真実を写生した者は、検閲にかかって、発表を止められてきたのです。義経の戦には、絵があります。乃木大将には、詩があります。しかし、原子爆弾の、どこに美がありましたろう。あの日、あの時、この地に広げられた地獄の姿というものを、君たちが一目でも見なさったなら、きっと、戦争をもう一度やるなどというバカバカしい気を起こさぬに違いない。これから戦争が起こることがあると仮定すると、至るところに原子爆弾が破裂するでしょう。そうして、無数の人間が、何の変哲もなく、ただピカドンと潰されてしまうのです。美談もなく、詩歌もなく、絵にもならず、音楽にもならず、文学にもならず、研究にもならず、ただ、ローラーで、蟻の行列を押し潰すように、そこら一体、地ならしされるだけのことです。バカバカしくて、やれるものじゃありません。じゃあ、日本は負けっぱなしですか。神の言葉に、復讐は我にあり、我、報ゆべしとあります。地上の戦争の勝負とは別に、神の目から見て不正義の方を神が罰したもうのみ。復讐という問題は我々の範囲ではありません。それじゃ、僕らの生きてゆくこれからの道は何ですか。それを発見するために、私はこうしてこの豪舎に座って考えているのです。なかなか見つかりません。僕もどこかで静かに考えるかな。山に入って考えなさい。世の渦の中にいると、くるくる回るばかりで、ついに自分の道を見出さずに、わいわい騒ぐだけの人間になりますよ。青山元不動。白雲、おのずから巨来ず。私はいつもあの三山を仰いで、黙想を続けています。客は心機一転して去る。豪舎はしばらく新館となる。五歳の茅野が一人喋っているのが聞こえる。出てみると、吹きさらしの焼け跡の石の上に、瓶や皿や鏡のかけらなどを並べ、人形の首を相手にままごとをしている。友達はみんな死んでしまった。かやちゃんのお家は大きかったわね。二階があったね。母ちゃんがいたね。おまんじゅう作ってかやちゃんに食べさせたわね。お布団の中で寝たよ。電灯もついてたね。私はじっと立っている。茅野は次から次へ思い出を喋る。目をつぶれば我が家庭生活が竜宮のように鮮やかである。目を開くは玉手箱を開けるに等しく、浦島ならねども一瞬荒涼となり、原子屋が一切の夢を打ち壊して目に飛び込む。の脇が吹いて、河原が鳴く。焦然として一太郎さんが現れる。足首を結んだ福音服の一丁ら。福音して来てみたら、故郷は廃墟。我が家に駆けつけてみれば、ただ灰ばかり。最愛の妻と五人の子供の黒い骨が散らばっていた。わしゃ、もう生きる楽しみはなか。戦争に負けて誰が楽しみを持っとりましょう。そりゃそうばってん。誰に会うてもこう言うですたい。原子爆弾は天罰。殺された者は悪者だった。
生き残った者は神様からの特別のお恵みをいただいたんだと。それじゃあ私の家内と子供は悪者でしたか。さあね。私はまるで反対の思想を持っています。原子爆弾が浦上に落ちたのは大きな見せつりである。神の恵みである。浦上は神に感謝を捧げねばならぬ。感謝をですか？これは明後日の浦上天使堂の合同葬に信者代表として読みたいと思って書いたのですが、一つ読んでみてくださいませんか。一太郎さんは原稿を読む。はじめは声を出して元気よく読んでいたが、いつしか黙って考え考え進む。ポロリと涙を落とした。原稿にはこう書いてある。原子爆弾合同葬弔辞。昭和20年8月9日午前10時30分頃、大本営において戦争最高指導会議が開かれ、降伏か降戦かを決定することになりました。世界に新しい平和をもたらすか、それとも人類をさらに悲惨な血の戦乱に陥れるか。運命の岐路に世界が立っていた時刻、すなわち午前11時2分、一発の原子爆弾は我が浦上に爆裂し、カトリック信者8000の霊魂は一瞬に天使の御手に召され、猛火は数時間にして東洋の聖地を灰の廃墟と化し去ったのであります。その日のマヤ藩、天使堂は突然火を発して炎上しましたが、これと全く時刻を同じうして、大本営においては天皇陛下が終戦の聖断を下したもうたのでございます。8月15日終戦の大詔が発せられ、世界あまねく平和の日を迎えたのでありますが、この日は聖母の飛翔天の大祝日にあたっておりました。浦上天使堂が聖母に捧げられたものであることを思い起こします。これらの事件の不思議一致は果たして単なる偶然でありましょうか。それとも天主の妙なる摂理でありましょうか。日本の戦力にとどめを刺すべき最後の原子爆弾は元来他の某都市に予定されてあったのが、その都市の上空は雲に閉ざされてあったため、直接標準爆撃ができず、突然予定を変更して、予備目標たりし、長崎に落とすこととなったのであり、しかも、投下時に、雲と風とのため、軍需工場を狙ったのが、少し北方に偏って、天使堂の正面に流れ落ちたのだという話を聞きました。もしも、これが事実であれば、米軍の飛行士は浦上を狙ったのではなく、神の摂理によって爆弾がこの地点に持ちきたらされたものと解釈されないこともありますまい。終戦と浦上壊滅との間に深い関係がありはしないか。世界大戦争という人類の罪悪の償いとして日本唯一の聖地浦上が犠牲の祭壇にほふられ燃やさるべき清き子羊として選ばれたのではないでしょうか。知恵の木の実を盗んだアダムの罪と弟を殺したカインの血とを受け伝えた人類が同じ神の子でありながら偶像を信じ愛の掟に背き互いに憎み互いに殺し合って喜んでいたこの大罪悪を集結し平和を迎えるためには、ただ単に後悔するのみでなく、適当な犠牲を捧げて神にお詫びをせねばならないでしょう。これまで幾度も終戦の機会はあったし、全滅した都市も少なくありませんでしたが、それは犠牲としてふさわしくなかったから、神はまだこれを良しと入れたまわなかったのでありましょう。しかる
浦上がほふられた瞬間、初めて神はこれを受け納めたまい、人類の詫びを聞き、たちまち天皇陛下に典型を垂れ、終戦の聖断を下させたもうたのであります。信仰の自由なき日本において、迫害のもと400年殉教の地にまみれつつ、信仰を守り通し、戦争中も永遠の平和に対する祈りを朝夕絶やさなかった我が浦上教会こそ、神の祭壇に捧げらるべき唯一の清き子羊ではなかったでしょうか。この子羊の犠牲によって、今後さらに戦火を被るはずであった幾千万の人々が救われたのであります。戦乱の闇、まさに終わり、平和の光差し譲る8月9日。この天使堂の大前に炎をあげたる、ああ、大いなる反祭を。悲しみの極みのうちにも、私たちはそれを、あな美し、あな清し、あな尊しと仰ぎ見たのでございます。汚れなき煙と燃えて、天国に登り行きたまいし、主任司祭をはじめ、8000の霊魂。誰を思い出しても、良い人ばかり。敗戦を知らず、世を去りたまいし、人の幸よ。清き子羊として、神の御胸に安ろう霊魂の幸よ。それに比べて、生き残った私たちの惨めさ。日本は負けました。浦上は全くの廃墟です。見る限りは灰と瓦。家なく、衣なく、食なく、畑は荒れ、人は少なし。ぼんやり焼け跡に立って空を眺めている二人、あるいは三人の群れ。あの日、あの時、この家で、なぜ一緒に死ななかったのでしょうか。なぜ私たちのみかような悲惨な生活をせねばならぬのでしょうか。私たちは罪人だからでした。今こそしみじみ己が罪の深さを知らされます。私は償いを果たしていなかったから残されたのです。あまりにも罪の汚れの大きいもののみが神の祭壇に備えられる資格なしとして選び残されたのであります。日本人がこれから歩まねばならぬ敗戦国民の道は苦難と悲惨に満ちたものであり、ポツダム宣言によって課せられる賠償は誠に大きな重荷であります。この重荷を追いゆくこの苦難の道こそ、罪人我らに償いを果たす機会を与える希望への道ではありますまいか。福なるかな、泣く人。彼らは、慰めらるべければなり。私たちは、この賠償の道を、正直に、ごまかさずに、歩みゆかねばなりません。あざけられ、ののしられ、鞭打たれ、汗を流し、血にまみれ、飢え乾きつつ、この道を行くとき、カルワリオの丘に、十字架を担ぎ登りたまいし、キリストは、私どもに勇気をつけてくださいましょう。主、与えたまい。主、取りたもう。主の皆は賛美せられよかし。浦上が選ばれて反祭に備えられたることを感謝いたします。この尊い犠牲によりて世界に平和が再来し、日本の信仰の自由が許可されたことに、感謝いたします。願わくば、死せる人々の霊魂、天主のご愛臨によりて安らかに御子わんことを。アーメン。一太郎さんは読み終わって目をつむった。やっぱり家内と子供は地獄へは行かなかったに違いない。しばらくしてつぶやいた。先生。そうすると、わしら生き残りは何ですか？私もあなたも天国の入学試験の
落第生ですな。天国の落第生。なるほど。二人は声を揃えて大きく笑った。胸の使えが降りたようだ。よっぽど勉強せにゃ、天国で家内と会うことはできませんばい。確かに戦争で死んだ人たちは正直に自分を犠牲にして働いたのですからな。わしらも負けずによほど苦しまねばなりませんたい。そうですとも、そうですとも。世界一の原始や、この悲しい、寂しい、ものすごい荒れた灰と瓦の中に踏みとどまって、骨とともに泣きながら建設を始めようじゃありませんか。わしは罪人だから苦しんで賠償させてもらうのが何より楽しみです。祈りながら働きましょう。一太郎さんは明るい顔になって帰った。原始屋の鐘。75年生息不可能説が爆撃直後伝えられたので、人々の間に焼け跡復帰を危惧する声が高かった。私たちは測定器を失っていたから、この問題の解決を得るために、やむを得ず動植物を観察することにした。3週間後、爆心地松山町で、アリの群れが見つかった。アリは元気であった。一ヶ月後にはミミズがたくさん見つかった。また、ドブネズミの走るのも見受けられた。芋の葉を食う虫が一ヶ月後には大いに繁殖した。小動物がこんな風に生息できるのだから、人類の生息はできると私たちは考えた。植物の方では、爆風で吹き飛ばされた麦が速やかに至るところに根を吹いた。これは翌年普通の麦と同時に開花結実して、その実りは普通のものと大差なかった。トウモロコシも発芽した。これは冬に入って結実したが、ほとんど粒はなかった。アサガオはすぐつるを伸ばし、小さいながら美しい花をつけた。葉には奇形が見られた。甘蔗はすぐつるを伸ばし葉をつけたが、芋の出来はほとんど皆無であった。菜の類は皆よくできた。私は原始や生息可能説を誇推した。ただし、幼児は放射線に対して鋭敏だから、まだ連れてこぬがよかろうとの意見を付け加えた。人が原始屋に住居を作るのには四つの時期があった。合社期、仮社期、仮建築期、本建築期である。爆撃直後は防空壕の中、あるいは壕を利用し、その入り口に屋根をかけて地上、地下、寮生活をする合社期で、これは一ヶ月くらい続いた。避難期とも言えるし、雑居期とも言える。すなわち、家がないため、とりあえず飛び込んだ豪に、隣組単位で共同生活を営んだ。役所事務、配給などに交通号であった。多くの豪者は、怪我人を抱えていた。わずかに生き残った人々が、くしき因縁を互いに感じ、乏しいものを譲り合い、共に用いて暮らしていた。この不自由極まる生活の内容は美しいものであった。この時期は茫然自失期とも言える。住民は日々の食事と死体の捜索とに時を費やし、改装しても今何をしたのかわけがわからぬ時期であった。第二月から第四月くらいまでが仮社期で、新生活準備期とも言える。人はようやく生活の目標を発見し、親族同胞の安否がわかり、死体の始末、諸届け、預金の整理もついて、
再建第一歩を踏み出すのである。焼け残りの柱や途端で二坪内外の仮舎を作り、この中に兄弟姉妹、あるいはいとこなどという近い肉親が集まって相互扶助の生活を営んだ。この頃には生存の感激が薄らぎ、他人同士の共同生活では利害関係上感情生活の危険がすでに起こっていた。近い肉親であればそれが幾分かは和らいだ。仮舎はかろうじて雨露をしのぐ程度で、壺あたりの数名のすし詰めの生活だった。そして福音社が回線を蔓延させた。第5月、すなわち12月に入るとみぞれが降り、寒風が吹き込み、仮舎では暮らせなくなった。大工手間も近郊から出てくるようになり、資材も出回り始めた。兄弟いとこは協力した。一人一人の仮建築をやっていった。兄の家を建てて兄が入る。次に弟の家を建てるといった風に、親族が順番に建てて回った。壁は荒壁で天井もなく、吹き下ろしの不細工な戸坪内外の田舎作りではあったが、畳も敷き、雨戸も建てられ、ちょっと落ち着ける住居である。仮建築に入ると結婚が行われ、新家庭が一週間に10組以上もできた。この仮建築期は、だから復興期とも言える。本建築はこれからである。それは贅沢だから、日本が安定してからのことだ。人々は、今不自由な仮建築の中で充実した生活を送っている。この内容の豊かな原始屋生活こそ真の文化生活だと思われる。私の恩師、末次教授は私の小さな家を祝して無一物、無人蔵のところの一軸を賜った。浦上原始屋を汽車の窓から見る人はいつまで経っても瓦と灰をそのままにしている。復興はとてもおぼつかないなどと思うかもしれぬ。しかし、コツコツと人は整理をし、再建をしているのだ。目に見えぬけれども、少しずつ少しずつ原始屋は復興しつつある。確固たる信仰に生き、苦しむこと、泣くことの幸福を知る。わずかな人々が、ここで今、世紀の罪滅ぼしの苦行をしているのだ。信仰なき人は帰ってこない。この原始や復興の原動力となっているものは、信仰のみである。夜は明かりがないから、早くから子供を抱いて毛布にくるまっている。原始って、どのくらいの大きさね。四年生の聖一が尋ねる。とても小さいものだ。玉の形をしているものとすれば、その直径は約1億分の1センチだね。わあ、目には見えんね。顕微鏡でも見えん。それは粒なんだね。いや、粒じゃないよ。太陽の周りを地球や土星などがぐるぐる回っていることを学校で先生に聞いたろ。あの太陽系全体の直径で太陽系の大きさを見当つけるように、原子も硬い粒じゃなくて、中心に原子核があって、その周囲を陰電子がぐるぐる回っている。その陰電子の走る道の直径が1億分の1なんだ。それと核との間は、ガラン堂で何もない。核の直径は、原子の直径のさらに10万分の1という小さいものなんだ。核ってどんなもの？ブドウの中に種が集まっているだろう。あんなものさ。原子核には、
中性子という粒と陽子という粒とがある。陽子は陽電気を持っているが、中性子は電気を持っていない。原子が破裂すればどうなる？この中性子や陽子の一部がなくなって、その代わりに猛烈な力ができる。そしてそれが強い勢いで吹き出すんだ。その力で工場も家もぺしゃんこになったものさ。それから中性子なども一緒に吹き飛ばされてくる。それが人間の体に突っ込んでいろんな原子病を起こしたんだ。畳屋のおじさんの頭のはげたのも、じゃあ中性子のせいだね。一つの原子が破裂したって大きな力を出すんだ。1グラムの中にはちょっと数えられぬくらいたくさんの原子があるんだから、それが一度に爆発すると大変だ。原子は爆弾の他に使い道はないの？いいえ、あるとも。こんな一度に爆発させないで、少しずつ連続的に調節しながら破裂させたら、原子力が汽船も汽車も飛行機も走らすことができる。石炭も石油も電気もいらなくなるし、大きな機械もいらなくなり、人間はどれほど幸福になれるか知れないね。じゃあ、これから何でも原子でやるんだな。そうだ、原子時代だ。人類は大昔から石器時代、銅器時代、鉄器時代、石炭時代、石油時代、電気時代、電波時代と進歩してきて、今年から原子時代に入ったんだ。聖一も茅野も原子時代の人間だ。原子時代、原子時代とつぶやいていた子供も眠る。チロチロ虫が頭の下で鳴いている。人類は原子時代に入って幸福になるであろうか、それとも悲惨になるであろうか。神が宇宙に隠しておいた原子力という宝剣を嗅ぎつけ、探し出し、ついに手に入れた人類が、この諸刃の剣を振るって、いかなる舞を舞わんとするか。善用すれば、人類文明の飛躍的進歩となり、悪用すれば地球を破滅せしめる。いずれも極めて容易簡単な仕事である。そして右にするか左を取るか、これまた簡単に人類の自由意志に任せられてある。人類は今や自ら獲得した原子力を所有することによって、自らの運命の存滅の鍵を所持することになったのだ。思いをここに致せば、まことに立然たるものがあり、正しき宗教以外には、この鍵をよく保管しうるものはないという気がする。チチロチチロと虫が鳴く。抱き寝のカヤノがしきりに父を探る。探り探って、父だと気づいたか、声を殺して忍び泣きを始めた。泣きながら、やがてまた寝息に変わる。私だけじゃない。この原子屋に、今宵今、幾人の孤児が泣き、やもめが泣いていることであろう。夜は長く、眠りは短い。うとうとと、朝きまどろみの夢も、いつか知らにゆく雨戸の隙間。カーン、カーン、カーン。鐘が鳴る。暁のお告げの鐘が廃墟となった天使堂から原子屋に鳴り渡る。一太郎さんが岩永くんだ元尾の青年を指図して、レンガの底から掘り出した鐘は、50メートルの小塔から落ちたにもかかわらず、ちっとも割れていなかった。クリスマスの夕べにようやく釣り上げて岩永くんらが朝昼晩、昔ながらの
懐かしい音を響かせ、主の御使いの告げありければ。聖一も茅野も羽を着て毛布の上に座り、お祈りを捧げる。カーン、カーン、カーン。澄み切った音が平和を祝福して伝わってくる。事変以来、長いこと鳴らすことを禁じられた鐘だったが、もう二度と鳴らずの鐘となることがないように、世界の終わりのその日の朝まで平和の響きを伝えるように、カーン、カーン、カーンとまた鳴る。人類よ、戦争を計画してくれるな。原子爆弾というものがあるゆえに、戦争は人類の自殺行為にしかならないのだ。原子屋に泣く浦上人は世界に向かって叫ぶ。戦争をやめよ。ただ愛の掟に従って相互に協調せよ。浦上人は灰の中に伏して神に祈る。願わくば、この浦上をして世界最後の原子屋たらしめたまえと。鐘はまだ鳴っている。現在なくして宿りたまいし、聖マリアよ。御身により頼み立てまつる我らのために祈りたまえ。聖一と茅野とは祈り終わって十字を切った。長崎の鐘。原民喜。ノーモア広島。これは二度ともう広島の惨禍を繰り返すなという意味なのだろう。時々僕は自分自身に向かってこうつぶやく。広島のことはもうたくさんだ。どうして僕は原子爆弾のことばかり書いたり考えたりするのだろう。ノーモア広島。ノーモア広島と。それなのに、ふと街を歩いていて、電車のスパークを見ただけでも、僕の思考は真っ二つに引き裂かれ、パッと何もかも地上一切のものを剥ぎ取ってしまう一刹那がすぐ向こうに描かれるのだ。昭和20年8月9日。広島から4里余り離れた地点で、僕は防空壕の中にいた。あの不思議な新兵器のことは、この付近の人にも知れ渡っていたが、まだ何という呼び方をするのかわからなかった。壕の中で一人の青年が僕に話しかけた。京都もやられたそうですね。あれに。あれに。あれは今もすぐ頭上にひらめくかもしれなかった。京都も大阪も東京も、そんな地名や場所がまだ存在しているのかしらと、遭難者である僕はその時考えていたものだ。警報が出るたびに、あれは僕たちを脅かし続けた。僕があれの名称を知ったのは8月16日だった。新聞の届かない僕たちのところへ、町からやってきた老いが、原子と耳慣れぬ発音をした。と、原子という音から、僕はいきなり原子というイメージがひらめいた。あの僕の目に焼き付けられている赤くただれたぬくぬくの死体と黒焦げの重傷者のうごめく世界が、なんだか原子時代の悪夢のように思えた。ふと全世界がその悪夢の方へずるずる滑り落ちるのではないかと思えたものだ。しかし、もう戦争は終わっていたのだ。戦争は終わったのだという感動が、それから間もなく僕に夏の花を咲かせた。あのように大きな事柄に直面すると、人間の持つ興奮や誇張感は、一応静かに吹き飛ばされるようである。僕は自分が体験した8月6日の生々しい惨劇を、それがまだ歪まないうちに、できるだけ平静に描いたつもりである。その後、僕は原子爆弾について、
他人の作品や記録は全然読む機会がなかった。が、時の経つに従って、人間の記憶は歪み、表現は膨れ上がるから、僕と同じ体験をした人たちが、もし後日あのことを書いたり語ろうとすると、次第に静止への興奮や誇張が付け加わるだろうと考えている。そして、それはまた実にやむを得ないことでもあるのだ。原子爆弾のことなら、これこそは人類の全運命を左右する鍵なのだから、人はどのように興奮しても強調しても、もうこれでいいという限度には到達しない。現に僕の観念の中でも、その後膨れ上がったものや歪められたものが波状に揺り返り、絶えず見えないところにあってひらめく光線があるようだ。僕は今度初めて永井隆氏の長崎の鐘を読む機会を得た。あの体験記を読んだ直後、僕はやはり妙な興奮状態になった。その夜、電車通りを横切ろうとすると、何かにつまずいて僕はパタンと前へ倒された。僕は惨劇の中にいるような気がしたものだ。昭和20年8月9日、僕が壕の中で縮こまっているとき、あれは長崎を訪れたのである。長崎医大の外来診察室で、あれに見舞われた永井氏は、その時のことをこう書いている。目の前にピカッとひらめいた。私はすぐ伏せようとした。その時すでに窓はスポンと破られ、猛烈な爆風が私の体をふわりと宙に吹き飛ばした。私は大きく目を見開いたまま飛ばされていった。窓ガラスの破片が嵐に巻かれた木の葉みたいに襲いかかる。切られるわいと見ているうちに、チャリチャリと右半身が切られてしまった。右の目の上と耳のあたりが特別体操らしく、生暖かい血が吹いては首へ流れ伝わる。痛くはない。目に見えぬ大きな原骨が空中を暴れ回る。寝台も、椅子も、戸棚も、鉄兜も、靴も、服も、何もかも叩き壊され、投げ飛ばされ、かき回され、ガラガラと音を立てて床に転がされている私の体の上に積み重なってくる。埃っぽい風がいきなり鼻の奥へ突き込んできて息が詰まる。私は目をカッと見開いてやはり窓を見ていた。外はみるみる薄暗くなっていく。ゾウゾウと潮なりのごとく、ゴーゴーと嵐のごとく空気は一面に騒ぎ回り、板切れ、着物、トタン屋根、いろんなものが灰色の空中をぐるぐる舞っている。あたりはやがてひんやりと野は起伏秋の末のように不思議な錯覚さに閉ざされてきた。これはただごとではないらしい。そしてその後次々に展開される惨状に対し、この著者は科学者としての目を次第に働かせてゆくのだが、8月10日、一枚のビラからあれの正体を知ると、私たち数名の教室員が今ここにその原子物理学の結晶たる原子爆弾の被害者となって防空壕の中に倒れておるということ。身をもってその実験台上に乗せられて親しくその状態を観測し得たということ。そして、今後の変化を観察し続けるということ。まことに稀有のことでなければならん。と、真理探求の本能から、漠然として新鮮な興味が湧き上がる。それから、傷病者の救済に奔走しながら、9月に入ると、にわかに原子爆弾症患者が激増してくるが、このあたりの状況は、広島の場合とほぼ似ている。ついに永井氏も前から職業病として持っていた原子病が再発して病床に倒れてしまうのである。すでにこの著者はあとあまり長くは生きられないことが確定している。が、今、死傷にあって
この人は何を人類に訴え、何を叫ぼうとしているのだろうか。この書の終わりには書いてある。人類は今や自ら獲得した原子力を所有することによって、自らの運命の存滅の鍵を所持することになったのだ。人類よ、戦争を計画してくれるな。原子爆弾というものがあるゆえに、戦争は人類の自殺行為にしかならないのだ。原子屋に泣く裏蟹人は、世界に向かって叫ぶ。戦争をやめよ。もしかすると人類は自分の運命を軽く小さく考え、原子力の渦に巻き込まれてしまうことがないとも限らない。恐ろしいのは、多くの人々がまだ原子力の惨禍を本当に鋭く感じ取ることができないということだ。僕はこの書物が一冊でも多く人々によって読まれ、一人でも多く戦争をやめよという叫びが各々の叫びとなって反響することを祈る。